はい、事故しちゃいました。運転しててこの道路の上の部分にちょっとはみ出てるねものがあって、で自分は一応道路を通ってはいたんですけど、その車のすれ違いとかあって細い道だったんで、ギリギリ寄ってすれ違ってる時に全然スピードも出てはなかったんですけど、ちょうどその出てる部分とね、屋根がギリギリちょっとぶつかっちゃって、で破損しちゃいました。自分は道路を通ってはいるんですけど、実際ね運転してても目に見える場所なので、そこは自分のね感覚で行っちゃって、で屋根のほんとギリギリが当たっちゃって、いやめっちゃ後悔してます。今日一応真夏の車中泊編みたいな感じで、海沿いの夕日が綺麗なところでね車中泊しようとしてたんですけど、あと15メートルぐらいで車中泊の場所だったんですけど、そこでぶつかっちゃって、なんで今日も引き返して早めに寝ます。あっちの方ともいろいろ話して、いろいろ手続きも終わったんで、自分の車の屋根の部分もちょっと破損しちゃって、この辺の屋根の状況とか、これからこの屋根をどうしていくかとか、そういうのも含めて解説しながら直していきたいと思います。今日はもう終わりです。はい、屋根の状態はね今こんな感じです。割れたりねちょっと剥がれたりしちゃってて、まあもうこの屋根は使えない感じですね。ちなみにこの屋根はホームセンターにも売ってるオンデュリンのオンデュビラタイルっていう屋根材です。不幸中の幸いでこの1枚以外はね破損がない状態でした。あとは板材の部分がねちょっと破損してるっていう状態です。この屋根はビスキャップといって、この外から固定してるのでメンテナンスもしやすく、今回はねちょっと直せそうです。ということで修理スタートです。屋根の下地材も問題なさそうだったので、そのままビスを外していきます。やっぱりねこの外から簡単に外せるっていう点はね、この屋根材にして良かったです。はい、続いて三角屋根の板材の部分も破損したので、ここを外していきます。ここもねちょうど外側から固定してる板だったので、簡単に外せて取り替えれそうなので良かったです。
はい、ではオンデュビラタイルをこの上の屋根材の下に重なるように固定していきます。このように途中でも屋根の張り替えができるっていうのはね、本当ありがたいです。外側の屋根の隙間から雨が入ってこないようにスポンジみたいなのも入れていきます。これもねセットで売られています。はい、最後までご視聴ありがとうございます。まあ、こういう動画はね上げなくてもいいかなって思ったんですけど、参考になる方もいると思ったので今回上げてみました。田舎の方とか山道とかを通ると木の枝とかね竹などもよくこの道路に出てることがあって、屋根がね当たりそうになることもよくあります。というか枝とかはこの何回か当たったりしたこともあります。法律的にこの荷台の積載の高さは地上から 3.8 メートルまではよくて、僕の車は3メートル弱ぐらいなんですけど、運転のしやすさとか安全面とか風のこととかいろいろ考えると、まあ、2メートルちょっと、まあ、高くても 2.5 メートルぐらいにしておくと安全です。トラックの荷台の高さが70センチぐらいなので 2.5 メートルでも中の高さは170センチぐらいは作れます。で低くすればドライブスルーとかも通れるようになります。僕の車はねずっと運転するっていうよりはこの居住性を重視してて、山道行ったりずっと動き続けるよっていう方はもう少し小さめに作っておくことをおすすめします。で居住用のこの車と高さを低くして運転面とかも重視した寝れればいいっていうスタイルのね小屋も作りたくなりました。トラックは1台で小屋を何個か作るっていうスタイルもね面白いなとは思いました。あとメンテナンスしやすいっていうのは重視してたので、こういう時にスムーズに張り替えができてこれは良かった点です。やっぱり木製キャンピングカーは、まあ、ずっと乗り続けるっていうのは厳しくて、ほんとメンテナンスしながらなるべく長く乗るっていう感じなので、メンテナンスがしやすいのかっていうのはね作る時に考えた方がいいです。僕みたいなこういうキャンピングカーも少しずつ増えてきてるんですけど、まあ、改めて気をつけようと思いました。少し危ないからね全部ダメっていうわけではなくて、どう安全にできるのかしっかり考えていきたいです。まあ、あとはガレージみたいなのを作って、この運転しない時は雨に濡れないようにするとかね、そういうのもちょっといろいろ考えてみます。あと今回屋根のメンテナンスを全体的にしたんですけど、片側の屋根を全部張り替えてガルバリウムとかにしてソーラーパネルを設置するっていうね案もあったんですけど、まあ、今回は1枚だけ張り替えれば一応済む話だったので一旦張り替えだけにしました。もしかしたら屋根もちょっとねいろいろ変えるかもしれないです。キャンピングカー作ってる人たちもしっかりメンテナンスしながら楽しみましょう。おしまいです。